回のチャフィーズトラベルチャンネルは銀座寿司田島をご紹介します。エレベーターで銀座 KN ビルの5階に向かいます。こちらが寿司田島がある5階フロア。紫色ののれんが印象的です。カウンター席に案内されます。高級感漂うカウンター。銀座のお寿司屋さんだからディナーやコースはお高めです。ランチの時間はリーズナブルなものもあるようです。ランチメニューを見ていきます。贅沢海鮮丼をオーダーします。もう一品は鉄火丼をオーダー。欲張りランチや小懐石のランチもおすすめのようです。こちらはアルコール類など。際のいい仕込みが心地いい。テーブル席や個室もあります。料理の提供が楽しみです。小鉢が提供されます。タコの入ったサラダ、見るからに美味しそうなお寿司が握られていきます。鉄火丼が提供されます。そしてこちらが贅沢海鮮丼。両方とも小鉢と味噌汁付き。鉄火丼のマグロの赤身が美味しそう。贅沢海鮮丼は高コスパ。鉄火丼からいただきます。濃厚な旨味とねっとりした食感、旨味あふれる海鮮丼。鉄火丼は2800円。こちらの海鮮丼は1300円。トロに混ざったタコは絶品。店名が焼き印された卵焼きはインスタ映え。銀座でこのコスパは驚きでした。具がたっぷりの太巻き、次回は握り寿司が食べたいですね。シンガポールにも再次出店するようです。今回のチャフトラは銀座寿司田島をご紹介しました。水曜日と日曜日に動画を更新していきます。ぜひベルマークのクリック、チャンネル登録よろしくお願いします。